The Japanese tradition. 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 寿司。日本の代表的スナック、それが寿司です。この寿司を食べるショップが寿司屋です。日本人のほとんどがこの店を毎日利用しています。これが寿司屋の入り口です。こののれんという短いカーテンをくぐるには、左から3つ目の切り込みの右側、斜め48度に 3.2 インチ上がった部分に手の甲を当てめくります。入店が閉店予想時刻の30分前を超えた場合、まだやってる？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 を忘れずに言います。さあ、いよいよ入店です。二人なんだけど、これは人数を表します。同様に3名の場合は3人なんだけど、4名の場合は4人なんだけど、と言います。ただし、一人の場合は、目で若干の申し訳なさを表すのがポイントです。寿司屋に来たらカウンター席を利用するのが醍醐味です。しかし気軽に座るわけにはいきません。礼儀作法を重んじる日本では必ず先に来ている隣の客にここよろしいですかを言います。これは空席を確認する言葉です。店員にではなく客に声をかけるのが日本人の義理と人情スタイルなのです。逆に、ここよろしいですかを言われてそこが空席だった場合、心よくどうぞと言いましょう。ここまでをきちんとこなして、初めてカウンター席に座ることができるのです。いよいよ注文です。寿司屋にはウェイターやウェイトレスはいません。ではどうするのか。客は欲しいメニューをマスターに直接オーダーします。主なメニューはどの寿司屋でも同じです。代表的なメニューに大トロ、中トロ、トロがあります。これはマグロの質を表します。大トロは最高級、油分を多く含み大変美味とされています。シャリと呼ばれる米も最高級ブランドのコシヒカリを使用しています。一方、トロは低所得者向けのジャンクフードです。魚はリサイクル品を使用。米は使わず麦やパスタを刻んだフェイクの米を使用してあります。ビール。ビールは人気のドリンクメニューです。栓は抜いてもらえますが、注ぐのはセルフサービスです。二人以上の場合、互いに注ぎ合うのが日本でのマナーです。ビジネス関係の場合は、目下の人が目上の人に先に注ぐのが大切な決まりです。まあ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 、これは注ぐときに必ず言わなければならない言葉です。同様に注がれるときは、おっとっとっとを言います。まあ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 、おっとっとっと、まあ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 、おっとっとっと、まあ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 、おっとっとっと。カップルの場合は、女性が男性に注ぎ、女性は自分で注ぎます。なるほど、侍の国ですね。寿司は下駄に乗せて出されます。消毒したものを使用していますので、安心して寿司を食べられます。これをそのまま履いて帰る人もいます。多くの日本人の足から酢の匂いがするのはこのためです。これはガリです。材料は謎です。さあ、いよいよ寿司の食べ方です。まず、紫と呼ばれる醤油を 20cc 出します。次に、中指、人差し指、親指で寿司の向こう側をつまみ、手前に返します。醤油を寿司につけます。分量は決まっていませんが、重さが変わるまでは十分に染み込ませましょう。そう、これくらいが目安です。正面に45度顎を上げ、一口で食べます。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 手に米や魚の匂いがつきますので、手元のウェットタオルで拭きます。これは雑巾と呼ばれる様々な用途に使われる便利な布です。まな板や床もこの布で拭かれています。一度使ったらしばらくは洗いません。こんなところにも物を大切にする日本人の心意気が現れているのです。
この人は寿司を作る技術者です。客は大将と呼ばなければなりません。大将は大抵人には言えない過去があるものです。聞かないようにしましょう。ひとしきり寿司を楽しんだら、大将に感謝の気持ちを表します。出された寿司が美味しくてもそうでなくても必ず、いや、うまいよ、大将、と言いましょう。レストラン同様、寿司屋にも店長のおすすめがあります。これは、大将、何かおすすめは？と言えば教えてもらえます。法律で認められていないメニューの場合もあるため、おすすめのメニューは聞かないと教えてくれません。何も知らない。自分には関係ない。悪いのは大将だ、という顔で、国際保護動物に指定されたものの可能性のあるおすすめを楽しみきるのが日本人の建前なのです。食後のお茶のサービスをあがりと言います。これはあがりです。もうお腹がいっぱいで一枚のがりも食べられない、だからお茶をください、という意味を表しています。さあお会計です。ここではお愛想と言います。両手の人差し指でバツを作ります。これがお会計の合図です。お前の店にはもういられるか、という意味を表しています。このように会計をしたがるのは、自分の方が立場が上であることを主張しているためです。これを見栄と言います。なるほど、侍の国ですね。これは領収書という不思議な紙です。これを書いてもらえば後から換金することができます。仕組みは謎です。ごちそうさん、また来るよ。これは店を出る時の挨拶です。おいしかった、満足したという意味ですので怠らないようにしましょう。醤油の塩分が物足りなかった人のために、店の外には塩が持ってあります。無料サービスですので自由に食べましょう。ここは唯一本音で会話ができるスペースです。謝ることがある場合はこのタイミングがベターです。さあいかがでしたか。これが寿司屋のマナーです。この他にも様々な寿司がありますので、いろいろ注文して楽しみましょう。ジャパンカルチャーラボではこの他にも様々な日本の文化を紹介しています。合わせてご利用ください。